ピュー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 。コラムは？コラムや。人身性の哲学。あ、コラム。これ何なの？流行ってんの？人身性の哲学はもう大入りですね。大入り。まあ、哲学はちょっとあれかもしれんけど、まあ、うん、人身性って言います。そう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 、確かに。ダナハラウェイとかもなんか言ってるんじゃん。まあ、人の活動が地球の環境を変えちゃって、それがまた人を変えてみたいな、そうそうそう、そういう世界になってるよっていう。でこれはもうなんか普通に地質学的にもう認められてるみたいな、うん、なんかその関心性、うん、地質学的なあれってさ、なんか俺らも地学のさやつでさやったけどさ、明確な区分があるんよ、うん、なんかアンモナイトあったら波時代みたいなさ、そういうなんかこうメルクマールになるような、うん、その時代にしかないものがなかったら、うん、そこは地質学的に特有の年代として認められるみたいな、うん、でそうなった時にその実は関心性の次に人身性っていうのが来るはずみたいな、札込みあったなみたいな、そう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 、それがもう明確に1950年以後って言われてて、ほうほうほう、まず放射あの核実験で、うん、その何放射性物質みたいなが大量に出るようになる、うん、あとはなんかそのプラゴミとかコンクリートとか、うん、そういう人間の活動特有のものが増えるみたいな、うん、だからまあ普通に5000年後とかに地層を見た時に、うん、まあ、色変わってるみたいな、関心性の次に俺らの時が、っていうのが、まあ、地質学者の中で確かに確かにみたいな、結構認められて、それも結構割と最近とか、うん、ここ10年ぐらい、そので哲学的にもだからそれで確か俺らそういえば地球に生きてたわみたいな、そのなんか思い出したな、そうそうそう、まあ、みたいな多分感じやった気がする。でこのなんか篠原正武さんがこの人身性の哲学を日本で結構もうめちゃめちゃ中心的に紹介してやってる人で、京大の総人かな多分のでおったかなんか で普通になんかでもブログとか見たら就職できへんみたいなんで、めっちゃそう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 、人身性に適応できてだからめっちゃ訳してこんだけ人身性やってるのにそのアカデミックのポストになるみたいなブログが出てくる日本での理解がないんや、いや分からん、なんかとりあえずそういうブログが出てくる、おもろいなだから今までその環境はある意味こう絶対的に与えられたものとしてあったのが、そう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 、もう人が変えれちゃうものになっちゃったっていう。でこの篠原さんがやってた本は確かめっちゃ前に読んだから忘れてんけど、なんかハンナ・アーレントの人間の条件とかと合わせてなんかそれを論じてた気がする、なんかその人間の条件のなんか冒頭に結構象徴的なエピソードがあって、ソ連とアメリカがあの宇宙開発の競争して、でこう何ロケットが飛んで月が見えてみたいな、その時に人間は決定的になんか変わってしまったみたいなから始まるんや。だから今までその自明って考えてたその地球っていう土台そのものが有限のものであると自覚したみたい なんかそんな感じの話から始まってて、アンナ・アレントの人間の条件が、うん、でまあ、では思考するためにはどういう条件が必要かとか、うん、対応のためにはどういう条件が必要かみたいな、そういう話をなんかやってくるんだけど、うん、それとこの人身性の話を合わせて、まあ、なんかやってた気がするな、対応のための条件、うん、